田村さんこんにちは。先日は土屋 TV で、速稼塾、僕のですね、吉村さんとの吉谷さんとの動画をご覧いただきましてありがとうございます。ちょっと長い動画になってしまいましてすいません。今回速稼塾 の紹介はですね、さておいてですね、お尋ね、お問い合わせにあった2つの私の受講生さんの、結果を出したノウハウの公開をですねさせていただきます。一つアンケート30についてはもう直接そのコンサルセさんがビジネスの概要をお伝えした動画があるんで、それ作ったのがあるんで、そちらをご覧いただこうと思います。そしてもう一つの、メルマガで、年収1000万の方、この方のですね、もちろん有料メルマガを送ることはできないんで申し訳ないんですけども、入り口ポータルになる、ブログの方ですね、後ほど URL をお付けしておきますので、どんなもんか見ていただいたらなと思います。この、ブログでメルマガで年収1000万の方はブログのアクセスが、500とかですね、多い時は1000、この間をこう上下しているそうです。でその中からメルマガの読者さん、無料メルマガの読者さんを募って、さらにそこから有料の方にこう誘導しているそうなんですよね。で無料のブログからの誘導とコンバージョン、最終的な1万円のメルマガの、制約に至るまでのもうヒット率はかなり高いんじゃないかなと思いますよね。だいたい1万人ぐらい見に来てもなかなか登録する人が、5人10人とかいうレベルだと思うんですけども、特にこれ1万円のものなんで、本当にコンテンツにはこだわった方がいいのかなと思います。確かにですね、5000円1000円とかで売れないコンテンツもありますし、マニアックでなんかものすごく夢が持てるようなやつとかですね、ああいったコンテンツは高価、高い値段で売れるんじゃないかなと思います。このメルマガのスキームなんですけども、さらに私は進めてもらって、今1万円のコース、レギュラーコースしかないんですけども、ここにですねダイヤモンドコースっていうのをガツンと据えることで、そっちの方は1万5000円とか2万円とかっていうプレミアム価格をつけて、その80人の中からさらに1割ぐらい、もし 5% ぐらいでもいいんですけども、 5% ぐらいの方、10人ぐらいの方ですね、そのダイヤモンドコース行っていただいて、さらにメルマガだけで月収を100万とか200万に伸ばしていただきたいなと思いますよね。今後の展開はこのような形なんですけども、この方メルマガの方ですね、もう今稼ぎが十分ということで、あんまり言うこと聞いてくれないんで、どう焚き付けていこうかなというところでございます。それではですね、アンケート30のビジネス概要動画とメルマガの URL をお送りしますので、この後ご覧ください。それでは田村さん、またお会いしましょう。ご質問などね、まだ動画を見ても URL 見ても分かんないよってことでしたら、ご遠慮なく、ご連絡ください。何も隠すものはございませんのでですね、もうご連絡バシバシ来てください。ありがとうございました。